はい、こんにちは、第8郎です。今回は、ロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン2号機プラス S 型装備新劇場版の開封をしていきたいと思います。それでは開けていきましょう。はい、中身はこんな感じで入ってます。中取り出していきましょう。はい、中身出そう、こんな感じです。S 型装備、肩アーマーの貝パーツですね。で、あとこれが腕のパーツですね。ここの部分ですの貝装備と、アンビリカルケーブルは、初号機0号機と同じものが入ってます。で、武器が、ボウガンですね。ここが稼働します。2段階ですね。とサンダースピア、ここも折り曲がります。こんな感じで、プログレッシブナイフが、2本、2号機といえば 2本持ちですね。で、初号機0号機とはまた別の形をしています。手の替えパーツが、初号機0号機に比べて1種類多いですね。何が多いかと言いますと、今本体についてるこのちょっとふわっと握った感じの手がプラスで入ってます。で、なぜか、スタンドのジョイントパーツが透明からこのグレーの色付きになりました。これはなんででしょうか。ちょっとわからないです。では、 S 型装備に変更していきたいと思います。 S 型装備に変更は、この型のアーマーをこれに変えると。取り付けは簡単ですね。で、ここと、変える。どっか、ここか。ですね。もう、片方の方も、変えると。こんな感じです。いや、かっこいい。あ、これいいですね。あ、これいいな。この重量感がちょっと増す感じね。ちょっとゴテッとする感じ。あ、これいいですね。あ、これはいいわ。可動の方は、初号機、0号機と一緒で、変わりはないですね。だ、首の方は初号機と一緒で、0号機が多分一番ウィッと上まで上がりますね。いや、でも今回のロボット魂、本当に顔の造形が素晴らしいですね。ペイントと。やっぱね、フィギュアは顔ですよ。顔で決まります。はい、ボウガンを渡してみました。こんな感じです。あ、いいですね。いいですね、これ。なるほど。で、今回の新しく加わったこの手のパーツが、このボウガンを多分ね、持たせるためのパーツだと思います。だから今までこれですね。で、今までやった0号機初号機についてた握り手のパーツがこれなんで、指、全体的にちょっとふわっとした感じですよね。細かい。ではですね、他の武装とかも持たしたりして、ポーズをとって回していこうと思います。
はい、いかがだったでしょうか。ロボット魂サイドエヴァエヴァンゲリオン2号機 S 型装備新劇場版の開封でした。いやー、かっこいいですね。 S 型装備めちゃくちゃかっこいいなと思いました。改めて見るとね、触ってみると、いや、かっこいいですね。で、個人的にはですね、新劇場版の2号機のこの角ありの顔の方が好きなんですよ。こっちの方がかっこいいなとは思ってます、個人的にはですよ。なのでやっぱりね、これかっこいいですわ。このシリーズ本当に、いや、外れないんじゃないですかね。いやー、本当にかっこいい。いや、もう大変満足させていただきました。装備もね、いろいろ充実してていいなと思いました。それでは次はですね、8号機タイプベータ、こちらをね、開封していきたいと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。